薄いです。綺麗に描けました。美しい。おはようございます。おはようございます。今日はウィゴー原宿竹下通り店さんとノーネムのコラボレーションということで。はい、超楽しみ。一旦俺らが今から服を選びに行って衣装をね、そうそう、服を着て店内接客をするっていう形で、これ一応だから持って楽しんでいきたいと思います今から衣装探しします。そしてなんと店内撮影 OK です。他のお客さんだけ映らないように気をつけます。それまでには5分前までには完全にコードを決めます。今日はいつも結構こういうかっちりしたさ細身系を着るから、なんかがっつりその柄のちょっとブカッとした感じ、それこそこういうブカブカの中のズボンパンツとか普通の色違いだ。紫あんじゃん、上がるね。ちょっと時に選んだんだけど、あーちょっと難しいか、ちょっと難しいかは、うん、いや、レディースもんに挑戦してみようかな。おー、偉いやこれ。レディースやな。うわ、めっちゃピンクやん。いやこれね、ドン、おい、今撮ったばっかこっちで。あ、そうだな、うん、決まってきたよ。決まってきた、うん、もう割と時間ないですから。あ、本当に、うん、割と時間ない。ファンの方もね、もう入られてる、入られてる、はい、あと10分ぐらいで決めましょう。あ、OK、僕だけ特殊で店主に選んでます。決まり？決まった。あと小物、あと小物は自分で。おお、ちょっと突撃やな。いや、むずい。でも聞いて、もうあと5分以内に決めてください。いや、やばいって。いや、急げ。なんとなく、うん、上は、うん、一応決まって。なるほど。レディース側から選ぼうかな。ちょっと楽しみにしとるわ。レディース女の子が多いから。残り時間4分です。ちなみに僕は決まっております。これも決まってます。なんであとはここに戻ってくる3人を待ちたいと思います。来た。あとアツヤだけ。完璧。完璧？うん、ちゃんと普段選ばないようなものを選びました。おお、うん。じゃあコンセプトがあるんだ。ある。俺はもうらしいさ。らしいさ。ああ。じゃあ俺。いやー、迷うやん。やっぱね。いろんなパターンで。あとアツヤ。もう多分残り1分切ってるから、かなり急いでもらって。はい。待っていきましょう。おい。お帰り。ギリギリセーフです。時間精一杯使うタイプ。楽屋に戻って着替えていきたいと思います。はい。お腹すきました。マジ腹減ったな。何も食ってないよ。まだ僕も食えないと思いますが。終わりに何か美味しいもの食えると思ったら頑張ります。店長、おごってください。
着替え開始。どうですか、このちょっとカジュアルな。で、今回ね、僕が絶対に普段なら使わない柄、しかも今日柄。靴以外は商品ですね。ね、この時これ商品、これ、うん、商品です嘘つけ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、セーラー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 。あの、今から別れて、俺らが接客、接客、あの、フープを売りつける方、うん、ちゃんと売り込んでこいよ。相方が不安です、行ってきます。よろしくお願いします。あ、はい、いらっしゃいませ仕事して、仕事して、せーの、ありがとうございました、またお越しください。は、はい、本日は美郷原宿竹下通り店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいまにメンバーのおすすめソングを流させていただきます。いいね、手際が、知り上がり、知り上がり、そろそろ行くよね、もう明日からでも働くと、雇ってください。ということでね、はい、あの、皆さんもぜひ、あの、お買い物しに来てください。うん、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。